前を消せるって噂聞いたんだけど。前科を消したいのか。あ、そうそう。ここはあんたたちのような人間が来るところじゃない。それはこっちのセリフだ。うちの島で二度と下手を打つなよ。お前一人で突っ込んだところで殺されるのがオチだろうが。弁護士事務所に勤めてる私ができるわけないじゃないですか。しかしそんなもんで幕が引けると思ったら大間違いだからな。ラコは引っ込んだ。解散するか、ここで死ぬか、今決めろ。しょうがねえだろ、向こうから因縁つけてきたんだぜ。黙っちゃいらんねえだろ。バカ野郎、何考えてんだてめえよ。久世さんには兄貴のように死んでほしくなかった。